こねにゃちは、シンバです。2023年12月11日週のガンプラや、30ミニッツシスターズなどの再販新作情報です。再販予定に関しては、バンダイからの正式情報はなく、ネットの情報によるものですので、ご理解よろしくお願いいたします。2倍速機能や概要欄の作品別チャプターをご活用ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。2023年12月11日週の再販予定は、11日月曜日は、ハイグレードが3アイテム、エントリーグレードはなし、リアルグレードが4アイテム、マスターグレードが4アイテム、パーフェクトグレードが1アイテムの合計12アイテムです。また、ガンプラ以外の再販予定は、30ミニッツミッションズ関連が2アイテム、30ミニッツシスターズ関連が1アイテムの合計3アイテムです。12月14日木曜日は、ハイグレードが1アイテム、エントリーグレード、リアルグレード、マスターグレード、パーフェクトグレードはなしの合計1アイテムです。また、ガンプラ以外の再販は、ハイグレードが1アイテムです。12月16日土曜日の新発売は、ビルドメタバース関連が1アイテム、ガンプラ以外のハイグレードが1アイテムの合計2アイテムです。それでは12月11日月曜日の再販アイテムを早速見ていきましょう。HG、ジム、ショルダーキャノン装備、ミサイルポット装備、発売2023年11月、税込み2530円。ショルダーキャノン装備状態とミサイルポット装備状態を差し替えで再現可能。ビームライフル、ハイパーバズーカ、サーベルラックはリアスカートへ取り付け可能。豊富な武装とハンドパーツ、加藤木はじめ氏デザインのプラモデルオリジナルマーキングシールが付属。RG、シャア専用ズゴック、発売2014年7月、税込み2750円。水中での捜索、探知、ソップに不可欠なソナーをディティールに採用し、天候と浮上を考慮した水抜き穴をモールドで再現。RG、ジオング、発売2021年1月、税込み6050円。モノアイは首の動きと左右に連動稼働し、手動で上下にも稼働。胸部の前後稼働に連動し、胸と背中の4箇所のバーニアが展開。前腕を取り外し、リード線を取り付けることで腕部優先式メガ粒子砲を再現。RG、ユニコーンガンダム、発売2017年8月、税込み4180円。144分の1スケールという制約の中で限界を超えた変身を実現。3つのギミックを搭載した新機構、アドバンスド MS フレームワークが、組み立て後の高い安定性と各部の稼働を両立。RG、シナンジュ、発売2016年8月、税込み4180円。背面のフレキシブルスラスターは、内部メカを見せながら開閉可能。金色のエングレービングはメッキ加工で、ベースとなる赤はクロスインジェクションで、それぞれ質感を表現。マスターグレード、ガンダム、バージョン 3.0、発売2013年8月、税込み4950円。リアリスティックデカールや、新たな稼働解釈を採用したムーバブルアーマーシステムを搭載。コアファイターは変形させてボディ内部に収納可能。内部構造は塗装可能な素材を使用。マスターグレード、ニューガンダム、バージョン過渡期、発売2012年12月、税込み7700円。各部のスライド機構でサイコフレームが露出し、胸部は別売りの LED ユニットを収納可能。バックパックのジョイントは左右2つ付属し、左右ファンネル各3機ずつのダブルフィンファンネル状態も再現可能。アムロのパーソナルマーク型の専用ディスプレイベースが付属し、攻撃形態のフィンファンネルも6本の接続アームで同時に全てディスプレイ可能。マスターグレード、サザビー、バージョン過渡期、発売2013年12月、税込み9900円。無塗装でも金属の質感が得られる素材をシルバーフレームに採用。ファンネルコンテナハッチは開閉可能で、6機のファンネルは着脱式。アポジモーターのカバーは展開可能。ビームショットライフル、シールド、ビームトマホーク、ビームサーベルに加え、ロングライフルも付属。エモーションマニピュレーター SP で指の全関節が稼働。マスターグレード、フルアーマーユニコーンガンダム、バージョン過渡期、発売2011年12月、税込み8800円。ビームライフル、バズーカ、ハンドグレネードなど付属する武器は全9種27アイテム。背部の巨大スラスターを支えるサポートスタンド付属、94式ベースジャバーを再現可能。パーフェクトグレード、ストライクフリーダムガンダム、発売2010年12月、税込み27500円。スーパードラグーン展開状態では、パーフェクトグレード史上最大級のサイズに、関節部には新機構を採用し、関節保持力の向上により、思いのままのポージングが可能。角度調整可能な専用ベースが付属し、ダイナミックなアクションポーズでのディスプレイが可能。
30ミニッツミッションズ、アルト、ビクセン仕様、ブラウン、発売2020年2月、税込み1980円。30ミニッツミッションズ、オプションパーツセット5、マルチウィング、マルチブースター、発売2021年7月、税込み660円。30ミニッツシスターズ、オプションパーツセット9、コマンダーコスチューム、カラー C、発売2023年9月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、パープルのミディアムヘアスタイルパーツとヘッドギア、インカムパーツ、さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツも、それぞれ2つずつ付属。ここから2023年12月14日木曜日、再販予定です。HG、ガンダム GP03、デンドロビウム、箱番号28番、発売2002年3月、税込み3万800円。機動戦士ガンダム0083の終盤で小浦機が登場し、アナベルガ島が登場するノイエジールと激闘を繰り広げた超大型機体、ウェポンコンテナのハッチ展開ギミックを再現。コンテナからガンダム GP03 専用バズーカ、シールド、ビームライフルやミサイルを取り出すことができます。メガビーム砲のコントロールグリップは展開可能。本体下部クローアームが展開し、大型ビームサーベルを保持可能。本体にドッキング可能なハイグレード、ガンダム GP03 ステイメンが付属。ベストポジションをホールドする展示用ベースも付属。HG 龍神丸、発売2023年7月、税込み2860円。内蔵された可動軸により各部が大きく稼働し、必殺技刀竜拳のポーズや剣を抜く仕草も自然に再現可能。膝アーマーは膝関節と連携して稼働。シールレスで劇中のカラーリングを再現。肩アーマーの竜の模様もパーツ分割で表現。刀竜拳に加え、ハンドパーツは握り手、浮き持ち手、開き手の3種類が付属。ここから2023年12月16日土曜日、新発売です。HG キフォユースガンダムキメラ、発売2023年12月、税込み8800円。全高約 257mm の大型機体、モビルアーマー形態や外装を外せばキフォユースガンダム状態も再現可能。ディスプレイ台座とリフレクタービット用ディスプレイ台座、脚部ユニットと腕部の射出状態を再現するためのジョイントパーツと2種のリード線が付属。脚部ユニット用のリード線は大型ユニットをつなぐための5本接着タイプ。HG ジャコマル、発売2023年12月、税込み2970円。タイガーソードはタイガーシールドに収納が可能で、タイガーソードを引き出すポージングも再現可能。一部差し替えパーツと各所に内蔵するスライド回転ギミックにより、蒙古形態へ変形し、シールドを背中へ接続が可能。デビルタイガーミサイルが付属し、専用台座を使用して発射状態でのディスプレイが可能。各種ハンドパーツも付属。以上、12月11日週の再販17アイテムと新発売2アイテムのご紹介でした。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃんねー。